はいどうも、MK2 チャンネルのミッキーです。皆さん、ご存知の通り欅坂46が活動に幕を閉じてしまうんですが、最後に見送りたいという思いを込めて講師のゆうあ先生に振り付けをレクチャーしてもらい、不協和音を覚えていこうと思います。ダンス経験としてはダンススクールに通って1年ぐらいで、アイドルのダンスなんかは踊ったことがないので、だいぶ大変な挑戦だと思うんですが、短い時間でどれだけ覚えれるのか頑張って踊っていきたいと思います。ではやっていきましょう。本日教えていただけるゆうあ先生です。よろしくお願いします。お願いします。踊り手のゆうあです。ゆうあ先生、自己紹介をお願いしてもいいですか。今ちょっと言っちゃった踊り手をやってるゆうあと言います。普段 YouTube とかニコニコ動画にダンスの動画を上げています。よろしくお願いします。お願いします。いくらか質問していいですか。はい。普段はどういった依頼があったりするんですか。依頼は、今回みたいにこう動画とかではなかなか見てダンスを覚えるというのが難しい方に、はい、代わりにレクチャーっていうのをしたりですとか、はいはいはい、あとはなんか初心者の方に向けてダンスのレッスンをたまにやってます。あ、結構初心者の方も多いんですか。初心者がほとんどですね。ほとんどで、うん、なんか私は教えたい相手が初心者っていうか、あ、ダンスがあまり、そうなんですよ、経験したことない方たちに教えるのがすごい好きなので、そういう方対象にやってます。あ、はい、自分もちょっと初心者もう一つなんですけど、今回不協和音のダンスは他のアイドルとちょっと雰囲気が違って、ちょっと難しいところは多いと思うんですけども、どういったところを意識した方がうまく踊れますか。いかにこう曲に入り込めるかっていうところなのかなと思っていて、なんかちょっと歌って踊れるアイドルっていうよりはもうダンサーに近い意識になっちゃうんですけど、はい、曲を理解して、で歌詞を理解してていくと、例えばこの曲だとニコニコした笑顔で踊る曲じゃないと思うんですよ、みたいな、そういうところですね。なるほど。曲に入り込めるかみたいなところがポイントになるんじゃないかなと思います。ちなみにこの曲、一言で言うとどういう気持ちで、真面目、真剣、いやもう負けないみたいな。負けない、寝負けば寝負けば、わかりました。では早速踊っていきますか。はい。
僕はイエスを言わない、首を縦に振らない、周りの誰もがうなずいたとしても、僕はイエスと言わない、絶対沈黙しない、最後の最後まで抵抗し続ける、叫びを押し殺す、見えない壁ができてた、ここで同調しなきゃ裏切り者か、仲間からも撃たれると思わなかった、 oh, oh, 僕は嫌だ、不協和音を僕は恐れたりしない、嫌われたって僕には僕の正義があるんだ、殴ればいいさ、一度妥協したら死んだも同然、支配したいなら僕を倒してから行けよ、君はイエスと言うのか、軍門に下るのか、理不尽なことと分かっているだろう、君はイエスと言うのか、プライドさえも捨てるか、反論することに何を見えるんだ、大きなその力でねじ伏せられた怒りを、見て見ぬふりしなきゃ仲間外れた、真実の声も届くって信じていたよ、 oh, oh, 僕は嫌だ、不協和音で規制概念を壊せ、みんな揃って同じ意見だけではおかしいだろう、意志を貫け、ここで主張を曲げたら生きてる価値ない、欺きたいなら僕を摩擦してから行け、だけじゃ危険だ、まさか自分はいけないことか、人はそれぞれバラバラだ、ことで気づくもっと新しい世界、僕は嫌だ、不協和音で規制概念を壊せ、みんな揃って同じ意見だけではおかしいだろう、意志を貫け、ここで主張を曲げたら生きてる価値ない、欺きたいなら僕を摩擦してから行け、僕は恐れたりしない、嫌われたって僕には僕の正義あるんだ、殴ればいいさ、一度妥協したら死んだも同然、支配したいなら僕を倒してから行けよ、ディスコードディスコード、イエーイディスコード、教えてみて、僕のダンスどうでしたか？いや、なんか、なんだろう、パワーがあるというか、なんか、若いなと思いました。それは褒め言葉だな。いや、結構大事で、特に女性に多いんですけど、はいはい、ダンスをするときに大きく踊れないとか、力強く踊れないっていうので悩む子って結構多いので、そこにはもう悩まず、今後やっていけるんだろうなって見てて思って。逆に足りないとこってありますか？足りないところは、こう、癖ついちゃうと直せないのかなってちょっと思ったので、はい、例えば一回間違えて踊っちゃうと、それが抜け出せないとか、ですね、そこのちょっと柔軟性とか、はいはい、
今後いろいろ気をつけていけたら一気に良くなるんじゃないかなと思います。今日の僕みたいな感想はですね、純粋に楽しかったです。あ、それは良かった。気持ち的には一番嬉しい言葉です。綺麗に踊れてはないと思うんですけども PV 見て、うん、踊りたいなって思ったのは、うん、実際形にできて先生として振りに踊せて、うん、自分のものにした感はあるから、うん、なんかそれ思ったらなんかあ踊ってみたらできるな、うん、上田先生も初心者の人が踊れるようになるっていうのを助けとして講師されてますよね、うん、そうですそうです。初心者向けのレッスンとかをやっていて、そこでも結構この曲で踊りたいとかあのアイドルとか難しいやつとか K-POP とかのダンスを踊りたいからレッスンでやってみたいな感じで持ってくる。レギューハッピーかな。あーこれね。なんでまあレッスンとは別で、まあ今回みたいな感じで直接なんかまあ Twitter とかスタートもやってるんですけど、それとか使ってなんかこの振り覚えたいんですけどみたいな依頼をもらえればいつでも。拠点ってどの辺ですか。都内ですね。どこでも大丈夫。都内基本池袋、新宿、渋谷、あ、もう全然なんかどこでも行けるようなところにいるんで、まあ、関東圏の人はね、ぜひ気になる方はツイッターとかで連絡いただければと思います。 DM 待ってます。待ってます。次は振りを使って MV を撮っていきたいと思うので、うん、皆さんチャンネル登録と高評価絶対よろしくお願いします。お願いします。はい、湯浅先生のレッスンもぜひぜひ都内の方ぜひ受けてください。よろしくお願いします。お願いします。